はい。ラフゴ。ラフゴはめまええー、<laughs> バカバカしい話を一席っていうの。いやもうそんな典型的な入りしないです。<laughs> あそっか。はい。ええー、お手料会でございます。はい。お願いします。今日もいろいろとお便り理いただいております。はい。じゃあこちらの方からいきましょうか、ね、はいお願いします。ええ木城さん、林さん、奥さんこんばんは。こんばんは。んんはフライングスパゲッティモンスター教に入信しました。君のネギボースを舐めたいと思います。 したんだ。<laughs> ねえー、えー「あやしあやかしネット」うん、というホームページをご存知でしょうかあやかしネッなちょっと読み方間違ってるかもしれないけど「うん、えと妖怪のように」その後と、うんえー「怪の怪」で「よう妖,妖怪死ネット」って書く感じなんだけど。 えー、オカルト好きなハコさんという方が運営しているサイトで、うんえー、映画やドラマまた怪談誌などを紹介しているページですちこちらで林さんが取り上げられていましたウえ、都市、えー、ボーイズ林康弘のプロフィールはもちろん出演テレビ番組や YouTube 書籍などを紹介されています<え>他の YouTube のゲスト会など細かいところまでまとめられているのですが一つ気になることがありました、はい、何それは林さんの出世作である シザーチンピーのお持ちがどこにもないんですよどこ気にしてんだよ 2>, <laughs> 2分に1回トシボーイズを検索している私じゃなきゃ見逃しちゃうところですよあん,あんたじゃねえか、えー、業界騒然の大根芝居をやりきったメンタル、うん、これがなければ今の早瀬康弘はなかったと思います <laughs> なことはないよハコ、えー、さんこの放送を聞いていますか、うん、今すぐ出演作品にシザーチンピーを追加してくださいえー、ちょっと気になるなそれえー、ということでえー、あやかし 怪しうんかしあやしネットかなあやかしあやしネットどっちだって「あやかし」って読むよね多分<ー>このややよう「妖怪のよう」とかあ「妖怪のようね」ね、うん、読む読む読むに「<laughs> あだ妖怪」って書いてその間に「死」を2つ入れる感じ見たことないのいやないよネットで調べないもの自分のことあこれかはい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 へえ知らない俺こんなの知らないんだうん えでも嬉しいもんですねうんでもあれだよシザワチンピ入ってないってよいいよ賢明だわこの人いやいやよくねえだろよよくないことはないでしょそれ以外ねえんだから出世作いやあるわいろいろやらせてもらってるわないねないんだありがたいけどねあでもああるわ書かれてるどんな感じで書かれたまとめサイトすごい細かいわええ むっちゃくちゃ細かいほんまにだって AT のことも書いてるもんえー、プロフィールうん、えー、なんだろうそれそれなのんのサイトなの階談しサイトみたいないやいろんなもの紹介してるねへえー、うんへえすごいわなんかはいわ <laughs> かりましたありがとうございますはいなんでもしねその 何、えー、だっけなハコさんかな、うん、がこれを聞いてることがあるんであればぜひ、うんえー、その至らなかった点だけちょっとお願いしたいなと、うん、言えなくていいよ <laughs> そんなのだな,なら一度見ていただいた方がいいかなと思います、ね、見なくていいよあの,噂のやつは、うんうん、2>, 2時間あったとしたら 2>,、うん、2時間丸々意味ないぞそれ <laughs> いやいや そうしたことになるから <laughs> うんでもそうそうね俳優デビュー作ですからねあまあね、うん、俳優ではそれが確かにデビューかな、うんえー、ということでございますありがとうございますありがとうございますいろんなの見てますねネギ坊ちんチェックがすごいねじゃあこちらいきますえスネアちゃんさんから頂きましたスネアちゃんさんありがとうございます「懸名タイのマクドナルドで死にかけました」っていうのをいただきましたけども、えー、それは僕も行ったことありますよ 本当ですかタイのマクドナルドはえ都、ー、市ボーイズのお二人様はじめまして,めましてスネアちゃんと申しますありがとうございます、えー、こういうところに投稿するのが初めてなので読みにくいかもしれませんがよろしくお願いいたしますいいいい私はよくアジアを旅しているのですが、はい、これは2014年の年末にタイのバンコクで起きた話です、うんえー、南インド行きの激安飛行機に乗るためにバンコクを経由した私は カオさん通りのマクドナルドで時間を潰していました行ったよ多分あ行ったんだ、うん、ワーイしてるんですよねあのあれねドナルドがドナルド、うん、ドナルドだっけあれドナルドドドナルドだよね、うん、ワーイしてるんですよ、うん、こっちと違ってねなんかね写真あげてたよ、ね、そうそう合唱というかええーうん、カオさん通りには T シャツや iPhone ガン 型スタンガンメリケンサックやパッタイタイパンツなどなんでそこにパッタイ入れんのスタンガンなどいいでしょ別に売ってるのをただ羅列しただけでさまざまな屋台が立ち並びバックパッカーたちがふらふらと買い物しています私は w i f i を使用するためマクドナルドに入り窓際の席に座りましたするとすぐに私のテーブルを挟んだ正面にゴリラみたいなムキムキ厚化粧おばさん もしかしたらおじさんが座り、うん、私,のえ私の頭上と喧嘩し始めたのです頭上と喧嘩し始めた <laughs> <laughs>、えー、まるであそういうことかまるで私の守護霊と言い合うように私とは一切目は合いません、うん、その剣幕に怖くなった私は窓をじっと見つめ無視を決め込みましたしばらくして「あれ声がやんだな」と思い振り返ると真横にそのゴリラおばさんが迫っていましたおおっ 逃げ場をなくした私はまたも怒号を浴びせ,な浴びせられながら、うん、彼女に背を向けていると、うん、スッと立ち上がる気配を感じました「うん、どうかこのまま立ち去ってくれ」と思ったその瞬間目の奥で火花が散りました「<え>殴られたんです」う<お>「アドレナリンマックスの私はマクドナルドの中でその人捕まえてください」と叫んだものの、うん、なぜか私からみんな逃げていくので 自らそのゴリラおばさんの腕を掴みましたするとめちゃくちゃ赤いんです腕がえっと思いよく見ると彼女の手には血濡れたメリケンサックががっちりと握られていました怖ー<お>その瞬間頭が痛み出し 殴られたところを確かめようと手をかざすと<う>私の頭から血が吹き出ていましたうわ <laughs> すげえ。恐ろしいその瞬間意識を失い倒れたんです何が目的そこから記憶が飛び飛びですが、うん、マクドナルドの店員さんたちが必死に手当てをしてくれた後<ー>野戦病院のようなところに運ばれさらに大きな病院に移されそこで麻酔なしで頭をざっくり縫われました 痛すぎてままたた気をを失い翌日目を覚ましたすげえなこれ <laughs> <っ>するとダウンタウンの浜田さんが助走したみたいなブス通訳と、うん、ハゲの白衣の先生がやってきました、うん、まるでコントのような2人「お前明日からどうする?え」え聞き間違えたかなと思ったので聞き返すといやお前明日からどうすると通訳の浜ちゃんにゆっくり日本語で言われたので「うん、インドに行きたいです」 と答えました、うん、するとハマちゃんは「はぁと言い放ち「先生と何やれ揉めた後明日日本に帰れ」とはっきりと私に伝えたのです、えー、その日のうちに退院しましたがマクドナルドの偉い方が2人で病院,病院にお花を持ってきてくださいました、うん、優しいその後 <laughs> カオさん通りの警察に行きましたが結局そのゴリラおばさんはラリっていたため 捕まらず釈放されたようです<ー>、えー、ラリって言ったら釈放されんだどういうことだよ日本大使館にも連絡しましたが残念ながら全く話になりませんでした、うん、もし路地で殴られていたらと思うとゾッとしましたが、うん、その後2年間は怖くて大好きなマクドナルドに入れなくなってしまいました、うんえー、そのトラウマを払拭すべく2016年に同じマクドナルドに行きあの時助けてくださった方々に再会、うん ジャパニーズ生きてたのかよかったはい、はい、あれから外国人が店で襲われた時のマニュアルができたんだぜ <laughs> と興奮気味に話す彼らに日本のお土産をたんまり渡してきましたはい、はい、そこからマクドナルド恐怖症は治り無事に南インドもリベンジしました、うんうん、まだまだたくさん、えー、旅路トラブルはありますと、えー、ガンジス川で離婚式 バイクがあれば何でもできる砂漠でレイプ未遂事件、うん、携帯オーバーレカーチェイス、うん、頼むおじさんあのバイクを追ってくれなどなど <laughs> めちゃくちゃ面白い本にしてくれよもう、うん、えー、あと 過去のトシボーイズさんの寄生虫のお話し会を聞きましたが、うん、あのツイッターのスネアちゃんは私です<ん>お尻から虫が出てきた時は驚きを隠せませんでした世界で一番汚い寄生虫を広げるタイムラプス動画もあ,ありますのでまた送らせてくださいますあのお尻から寄生虫長いの出たのん言ったよね だっての国名にツイッターかブログに載せてって俺紹介したんだよそれチモさんしてたよねそう、うん、その人だったその人が俺らのこれ聞いてくれてて送ってくれたこれ、うん、ネットって「すごいね」じゃないよ <laughs> <laughs> なかなかと申し訳ありませんお読みくださりありがとうございますどうか殴られず規制されず健康にお過ごしくださいませではまたということですごいねこの人ねやっぱ文章面白いな面白い面白いすごいよくできてるすごい面白かったであの「かおさん通り」2017年だけ最初行ったのね2017年2018年と行ったのかなはいはいはいで計1か月ぐらいタイとミャンマーを行ったり来たりしたんですよ その中でも結構あったから、うん、たった1か月でねうん、うん、いやそりゃすごいと思いますしこの方結構いろんなところ行ってるみたい、うん、だから体験なんてね1か月行っただけで12歳が運転する <laughs>、ね、タクシーというか乗ったりとか <laughs>、うん、あと金取られたりとかね奥さんがしましたしあと普通にバイクをバスが引き逃げするとかあったし <laughs>、うん、相当体験してるんでしょうね いやねあと引きもあると思うよ単純にあの寄生虫なんてそうそうないからそうそうないっていうかないケースだから話したんだけど僕と一緒にいつも行ってくれてるその人もお腹に虫湧いちゃってああやっぱまあそうだよね確率高いもんねあっちの方東南のミャンマーかなんかで湧いちゃってでミャンマーの病院じゃどうもできないからっつって大きい病院に飛行機ヘリかなんかで行ってそこで治してもらったって言ってたな 大きい病院じゃないと無理だからって言われてできないんだそうそうで治療してもらったって言ってたなうんなるほどねいやでもすごい体験した本当に体張ってるなと思うけど張ってるわけじゃないですけどねっていうかでもさないよねそうよねえどうするだって自分の後頭部というか頭上をめがけてめちゃくちゃ文句言ってるゴリラみたいなおばさんがいた時俺見せてる まあ逃げるよね。逃げる。この人虫ちゃ、うん。いいね、うん。逃げた方がいいよね。うん、逃げた方がいいともう本当にわけわかんないからあっちのあのね。ってかなんでメリ検索持ってたんだろう。日本の変な人っているじゃない。いるいる。それの。 何倍も変な人いるのよ、海外って。やっぱ大きいから国が。まああと、あれだからね、ちょっと、国によってはその本当にラリってるみたいなのも、まああるからね。カオさん通りってほんまに夜行ったらもう、化け物にしか見えないのよ、人間が。むっちゃ酒飲んで薬やって、うわー、れてんのよ。で、ふら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 して、見たことない楽器でうわー吹いて、ビビビビビビって吹いて。まあパーティーでもね。そう。常に。あれ見たら怖いのよ、夜。 サバトじゃん <laughs> <laughs> 悪魔召喚するわ、うん、そうなのよだからちょっと怖いからねいやでもまあね、うん、それも含めてその国とかだったりするからな、うん、まあなあでもその国ではないんだけどなそのオさん通りはもう完全に海外用に作られてるとこだから <laughs>、うん、でも怖いのはわかるすっごい気持ちわかりますねそういうことよね、うん、で日本でもやっぱり 場所によってはちょっとやばいことこもあったりするから。そう,ねうんうん、そうね。それが王道機で起きちゃって、しかも、そんなマクドナルドの中で起きるとは思わないからね。<laughs> マクドナルドって俺、世界一安全だと思ってたもんいや、そうね。あえだって、安心するもんね。<laughs> うん、海外とかであったらさ。そうなのよ。うん、だから僕ら、それも求めて、安心も求めて、マクドナルドとか、<laughs> ケンタッキーとか行ったのよ。そんそこで、メリケンサックでぶん殴られたら、もうやりようないよな。うん、でも確かに売ってたかもしれないよ、うん、メリケンサックとかもたくさん。 いやー怖い,ーい,やいわ、面白い話。はい、ありがとうございます。いいすーえー、そうっすね、じゃあ、どうしようかな。<laughs> あ、これ、ちょっと読んどかないとなと思ったのが、はい、お願いしますけど、えー、トシボーイズ・岸本様、はじめまして、いつも楽しく配置をさせていただいております待って、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 え待って、違うんですよ。岸本さん。 待て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 ってうるせえ待てって進ませろもう待たないよいらんの俺これに関してはいらない何でだよあのねちょっとそれも理由があるんですけどあの「私は首都圏で内科医をしているものです」と「さて本日配信の花粉症に効く注射の件ですか?」っていうちょっと前のやつねそらくその注射の成分はステロイド デカこロン名どだと思いますとす、えー、確かに花粉症を含めたアレルギーには効果がありますが、うん、一方で多くの副作用もあるため、うん、現代医療においては花粉症の治療には一般的には進められていない方法ですと。はい アナフィラキシーなど重度のアレルギーに使うことはありますと、うん、え副作用は投与するステロイドの量で変わりますがお話を伺う限りは慎重にご検討いただいた方がよろしいかなと思いましたと、えー、岸本さんは比較的強いスギ花粉症と思われるので経口、うん、免疫療法かな、うん、などを ご検討されるとよろしいかもしれませんと、うん、それではお二人のますますのご活躍をえお祈っておりますということでいただいたんですけども、はい、素晴らしい先生が聞いてくれてるんですね <laughs> だからえ前、ー、前回かなのお便り会だったかな、うん、先,週か先週のやつで、うん、えっと京都の方ですごい花粉症のもう、うん 名医がいると。るとで、ね、とんでもないあのアレルギーでもいな治せるっていうことで、うん、有名な方がいるってことで、まあうん、お便り頂い,いてそりゃすげえってことで、うん、ちょっと行ってみようかなみたいな話してたんですけど、うんえー、まあだからこの内科医の方いわくそれはおそらくステロイドという薬だということですよね。うん、でそれはは、えー、人によっては結構、うん 多くの副作用が出てしまう可能性があるということなのであんまり気軽にやらない方がいいかもよという注意喚起なのでじゃあそれの副作用で1週間ぐらい寝込んでやるのみんなかもしれないねでそれで済めばいいけど副作用ってもっとすごいのもあるから、ね、副作用も人それぞれだからねそう、うん、なんで、まあんまり現代医療においてはよくないとされているみたいなことなのかな、うん、でなんかねそのククリニック はいはい、クリニック、うん、調べたんですよなんかねあの情報くれた方もいてね、うん、そうそう,そう,そうで調べたらやっぱクリニックなんで何、うん、とか医院っていうのがあって星が出てたんですよ、うんはい、で3点いくつだったんですよねまあ普通で、ねうんまあ普通の病院だと思って、うん、その見てみたんですよレビューはねそしたら5か1でしたよ、うん <laughs> 5か1で 3. いくつは形成されてましただからホんマに治った神の手だとか、うん、だから本当に他でどうにもならなかったのが治ったっていう方が5をつけるとで1の人はなんか信用できないとか、うん、あとその病院内でぺちゃくちゃしゃべってるおばさんがね、うん、いるから気になるとか薬以外のところでのレビューでしたなるほどなるほど、うん、それとやっぱりすごい神の手だ、うん、人々どっちか なかなかないよねそういう、うん、病院 1? 今時 1> 1号でしたよだからどき、うん、その、うん、えと前回お便りくださった方はいわゆるその重度のアレルギーを持っているお姉ちゃんだったかな、うん、と自分もすごいアレルギーで、うん、それは治ったからですかまあ神の手ということなんだよね。うん なんですが、だからあんまり気軽に行けない、うん、行けないとか行くんだったらちゃんと調べてからとか、うん、えー、自分に合ってるかどうかを聞いてからちゃんとやった方がいいかもなという感じ、うん。あとまあ高いって書いてたんですよ値段が。あそうなんだ。だけど治るんだったら高くても全然いいよなってちょっと思っちゃうんですよ。そうだね。だけどもそのちゃんとした薬を。うん 出してないってなっとちょっと怖いよ、ね、<laughs> まあ怖いよな最初聞いた感じだとオリジナルブレンドの注射みたいな言っ、うん、一番怖くないねそ注射ってだから <laughs> でもそれで治るんだったらまあっていうねその生にも助けてるってんだったらっていうことで話してたから、うんうん、ちゃんと体の中に馴染むように注射にしてんの怖くない <laughs> うどうなんだろうね、うん、だからまああくまで自己責任にはなっ どっちにしろねなんですけどまあいいとこだけちょっと言っちゃってたんで前回ね内科医の方ですからお医者さんがまあちょっと注意した方がいいということなので一応これは言っとかないとねの気軽に行って何かあったとか嫌なんであくまでちょっとここで。 紹介しと思った僕本当に病院嫌いでね苦手で病院とか全く行かないですけどあなたが勤めてる病院とは行けそうですどこですか何回そうけそうですそれは情報は頂いておりませんそこ通います僕はいでもありがたいなということでございます信用できるうんあとねどうしようかなこれも読んどっかなこれも読みましょうじゃあ一応何でしょうえ ここんんににちちははと催眠術継承のお便りへの物申し」というタイトルで頂いておりまして前回というかねのこれも先週かな催眠術とマジシャンにちょっといやらしいいいや仕事されたというお便り読んだんですけどもこちらですね「催眠療法士見習いのものです」と。 以前も催眠の件でお便りをしましたが「うんえー、本人が本当に嫌がっている場合は、うん、軟禁でもして何日間も催眠に入れ続けたりしない限りうん、うん、催眠に入ったとしてもその行動は行いませんと」と、うんえー「術師の言うことを聞いてしまう」というのは本人が心のどこかでそれを行ってもいいと思っている時ですというふうに頂い,いてまして「悪い術師がいるのかもしれませんがこのような 面だけを取り沙汰されると催眠へのガードが固くなってしまう、ね、い本当に助けの必要な方に良きセッションが届きにくくなるのではと感じるので、うん、その旨補足を願えないかなと思っています、うん、ということをいただいたので、はいまあ、治療における催眠術もあるからねそうなんですよね、うん、まあ使い方、まあ、この方だから催眠療法士なのでそっちに使うっていうことでしょうね,ね、うんうん、メンタリストとかね、えー、そういうのもありますから、うん、じゃあまあえー、ただ これで言うと悪い術師がいるかもしれませんがっていうことで言ってるんですけどこれは催眠に限らずいろんんなな面ででそうすよね結局悪用したら良くないものって山ほどあって素晴らしい手でもだからその良くない面だけを確かに取り沙汰するとそっちに警戒するっていうのはあるかもしれないですけどね。まあでも 実際そういう人がいるっていうのは事実だと思うので、うん、いるはいると思う、うん、でなんかやっぱあれなんだ自分がもう絶対したくないっていうことはできないんだ無理やり軟禁でもして何日も無理やり催眠にかけない限りは行わないとうん、うん、じゃあ高いところはもう絶対に怖いからやだっていう人でも、うん、催眠に突っかけたら結構スカイダイビング飛んだりしてるの見たことあるんですけどあれはやっぱどっかで飛びたいとかって思ってるから飛ぶんだうん、うん だから本当にこの方が言うのが本当であればそのあれやねそんな簡単にいかないってことってことだよねまたテレビだからどうなるか分かんないしね本当は食べるのかもしれないけどとかなんかレモンとか丸かじりしたりとかするじゃないあれもじゃあどっかでしたいって思ってるからしてもいいなって思ってるから丸かじりするんだ苦手なもの食べたいとかはあると思うのなんだけど猫になりたいとかって思ってる人っていないと思うんだよねあんまり。 とかねそうそうそういうのがどうなんだろうなうんニワトリになりたいってどっかで思ってるのかなテレビで目立ちたいとかあるかもね例えば芯からほんまに何でもないおじさんをもう芯から好きになれとかあるよねあるあるそういうのは無理ってことかなでもなってる人いるよねいるよねだから思いたいんじゃないのそそうかしいなの 線引きがなんかすごい難しくてそうね、うん、な,なんか俺これはちょっと言い切れない気はするんだけど、うん、こ,この方の理論で、うん、まあでもうん人によるとかなのかなと思うけどな,難しいなこれだから実際やってもらうのが一番曲かりやすいんだけどね、うん、ただねいかんせんかかりづらいタイプらしいんで、うんえー、俺らどっちも多分そうねでも催眠療法とかってやっぱりロボットができないじゃん んでもロボットがロボットが人間にかけられないじゃんうんかけらんだよね、うん、今だからその催眠療法とかそういう治療系、うん、精神のメンタル治療系って今後もなくならない職業って言われてるんですってうんうんうん、うん、だからそのすごい人間に対してねケアする意味でメンタルとかっていうのはすごいちゃんとした仕事だから、うん、そういう面であったらその悪い部分だけ言われてると、うん、ちょっと自分も思うことがあるんで書かせていただいまあまあね今それは分かるんだけれども、うん そこはどううううなんんだろっって思っちゃう目もあるよね、うんうん、そのまあまああと、うん、まあ分かると思いますよあの皆さん大人が多いんで聞いてる方、うん、その、うん、えっと一面だけでないっていう部分も知ってると思いますんであ、ねうん、まあそこまでうん。 まあまあ、言ってる側が言うことじゃないかと。まあじゃあ。聞いてる側が、ね、そうだね。うん、まあ確かにそうかもしれない。確かに、言われた時に、いや、でもまあ治療としても使ってるからねっていうべきだったかもしれないです、ねうん。まあね、そうね。うん、そこはだからちょっと、うん、あの、気がつっかなかった。しか気がつかなかったね。うん、もう、こんな悪党嫌がるんだっていう方にちょっと頭がいっていた部分はあったんで、うんうんね、まあ冷静なお便りかなという。うん、まあついで、あの、 お医者さんの件もあったし、うん、ちょうど同じようなついてたんで、うん、読んでみようゴリラみたいな女性がみんな手を挙げるわけじゃないんですよ、うん、優しいゴリラみたいな女の人いるんでそこは皆さん気をつけてください、うん、あのゴリラみたいな人がみんな, <laughs> みんな メリケンサックつけて人のことぶん殴ろうと思ってる人がいるわけじゃないので皆さん本当に気をつけてくださいね優しいねメリケンサックを持ったゴリラの女もいるかもしれないメリケンサック持ったらあかんないそこじゃないの別にメリケンサック変わってるわけじゃないから俺メリケンサックの別の用途があるかなしもれらメリケンサックの用途はもう人殴るだけなんだよじゃなくてゴリラみたいな女の人でもこれ優しい人はいるからねって意味なのよメリケンサックって悪意の塊だからそうだよ傷つけるため傷つける 包丁とかは物切ったりとかね便利に使えるんだけれどもつやた間違えたりシャスターもするけれどもミリケンサッカーも殴ることしかできないんだからあれもしかしていいパンとか作れるかもしれないけども作るかそばとかミリケンサッカーで殴ったようなやつ食いたくないよそんなまあちょっとねそこは俺らも気をつけていこうと思います気をつけていきますすいません勉強になりましたウグイスの鳴き声が聞こえ温かくなる気候にもえ 何それ <laughs> 額に程よく冷たい風が当たり、うんうん、心地よい季節になってきましたえ何それ <laughs> えもしかしてこれじゃないあれドキュメンタルじゃない <laughs> いやいやドキュメンタルの赤フード撮りたいじゃない俺らにホだホだわ100万円確かに出しますよ参加するわ俺、うんえー、ドキュメンタル林さん33歳 <laughs> 誕生祭としみな拝聴し楽しく会話しているお二人にまたメッセージを送りたく息抜き時間に目を通していただければ幸いです、はい、ありがとうございます来た松本ひとしさんええー、私の中で感じる都市ボーイズが好きな理由、はい、岸本さんの男前発言は,いはい、はい、林さんの温かい発言、はい、伝えたくて 耐、うん、えたくて都市伝説ツアーズ演歌始まるかな,んかなんか俺これそれでは歌っていただきま、えー、しょうここから僕らの、うんえー、好きな理由をちょっと書いてざいます都市伝説ツアーズメイキング2」うん、2> より、えー、食レポにてメニューを見てビールのスープに心配している林さんの隣、うん、岸本さんは何か父親のような雰囲気、うん、聞いてみたら 腹のつり「うん、俺は決めた!」が良かったそうです。がう、はい、<laughs> これ「メイキング3」「林さんが汚れた靴を持ってこい」のエピソードでキャバ嬢が大変だねと眺めてたけど何も質問してこなかったとのあ<う>、えー、あっちも聞かれたくないことあるから 岸本さんんのふとと出るる言葉が配慮できる方なんだと、うん、私が送ったお便り「みなでネームを読まないのも私の勝手な解釈ですが配慮してくれたのかななんていろんなファンの方から届く内容、うん、この部分は言わない方がいいとかの判断力なのでしょうかね。うん、何これ、えー。林さんは毒舌ながらも言った後の笑顔で全てクリアにできるって、うん、感じますね。<laughs> なんでこんな発想が湧いてくるんだろうって不思議なんです私が懐かしい思いに浸るのもえサモハンキンポー」や「パタリロ」「セイトセイヤ」動画にちらっと映る画素の選び方がツボにはまりますえ温かい発言ライブ配信タイで起きた殺人事件のお話でおテント様が見てるんだ なぜか2人のふと出る言葉私も年齢的なものなのか90歳のおばあちゃんじゃないこれ涙するることもあ泣くようなこと言ってないよ年ボーイズの見方はさまざまですが全体で話すしっくりくる場所私は好きですでは長い文章でしたがいつも楽しさありがとうございますということでいただきましたえね誰名前書いてないんですよね なんでトシ、えー、ボーイズの好きなところを自由な形で伝えていただいたというのがあったのでちょっと読んでみましたということでございます、うん、なんか俺の部分さ、うん、見えなないいとこだけじゃ見えるところじゃないんだなっていう <laughs> ああでもあれですよだから毒舌ながらも行った後の笑顔が全てクリアにしているところが素敵ですということですよね、うんうん、ありがとうございます、えー、こういうお便りも来ているんでね <laughs> には <laughs> 読もうかなということで読ませていただきましたけど、うん、不思議な時間でしたねそうですねなんかした、うん、はいちょっとねあの若い人は書かないような文体でしたけど、うんね、なんか YouTube で時々流れてくる犬の出産見てる時みたいな。<laughs> なんかすごい命ってどううい例えかかんすごい神秘的なんだなって改めて思うなっていうこんなねちっちゃい犬からこんなたくさんわっと生まれてきてそれがまた大きくなるんだっていうのを見せられてる感じたようなねすごい僕もなんか自然と読み方が変になっちゃいましたねいつもと違う感じの読み方になっちゃうイデオレターみたいになってたもんなんかねそういうもんなんだなというメールってね 素敵なものだなと思いました多分何も感じてないと思すフワフワしてるもん多分何も感じてないわ <laughs> はい。うん、ということでじゃあ、えー、今回お便りこんなもんで、はい、いいでしょうかねはい大丈夫ですなんかありましたっけいやあるだろうがい何でしょあ僕の方で、うんえー、はいあります、うん、ちょっとお知らせがございまして、はい、お願いします いつだっ4月16日、えー、イベントがございまして、うん、こちら、えー、穂積昭之さん穂積さんですね、えー、怪事件ライターというか怪事件、うん、珍事件を追っている、うん、ライターの方がおりましてロマンライター,、ね、ライターとかね、まあ、肩書きはいろいろあるんですけど、うん、まあ昔の変な事件を 追い続けてこの方が、えー、ロフトでですねちょっとイベントをやるということで、うんうん、ロックカフェロフトさんにて初の単独ライブというかう、ねえー、やるみたいなんですけども、うん、そちらに、えー、岸本の方がちょっとゲスト出演するということになっておりますので、うんえー、ぜひそのイベント来ていただけたらなと思うんですけどもチケットの販売、うん,ん この絵はもうやってるんだだよね29だから、はい、多分消えてるんじゃないかな、うん、えっ、ー、と今回ロックカフェロフトさんで、えーまあ、状況次第にはなるんですけれども、うん、お客さんも入れてやる予定なので、はいえー、チケットの方がまだ余っているようでしたら、えー、その友人チケットの方も購入可能と。うん、はい でもないのでそちらの方も、えーうん、ロックカフェロフトさんの、えーうん、ホームページみたいなところで買えるようになっておりますのでぜひちょっと購入してみていただけたらと一番わかりやすいのは穂積さんのツイッターから見ていただくのが一番わかりやすいかなと思います、ねねうん、結構つぶやかれてるのでそのことに関してそから、あのー、飛んでいただければ、ねえー、チケット購入サイトに届くかなと、うん、はい いいう感じでございますこれあの岸本さんが初めてのゲストでねゲストでねそうそうそうだね多分初めてだと思うね、うん、僕はまあちょこちょことあるんですけど、うん、岸本さんも初めてなので、はい、ぜひぜひなんかちょっと成功させてあげたいなっていう思いが強いのでみんなに見てほしい <laughs> まあそうっすね、うん、あと単純にあの細谷さんまあ本の方はね、うん、結構 盛況というか同人しながらかなり売り上げもあって皆既事件し面白いというで僕らもまあ読んだりしてるんで面白いのは保証できるんですけどねそこはねです加味するのが足らないぐらい売れてるんですってねすごいよね売り切れてるっていうねうんだまあ初のイベントなんでロックカフェロフトさんまあその辺はちょっとあったかく見てもらえればと思いますけどもはいえまあ分かんなかったら DM とかメールでもいいたただければお答えいたします,す、ねうん、まだする内容は決まってないですねどんなものをするかっていうのはねそうですね今ちょっと現時点僕は何も聞いてないので,で、ね、これからまだなんか決まり次第いろいろと情報が発信していくかなとはいはいいう感じでございます僕も見ますあとは僕の方がはぐれポッドキャスト同盟解散みたいな「さよなら」それもいつだっけそれが4月の9日ああそっかそっか かな、うん、にあるんですよ。はいはい。四月のコのナたりよね。四月のこのあるんですよ。さ,うん、さよならえー、さらえー、ポッドキャスト同盟みたいなやつ。<laughs> まあまあいいです。よイベントがあると。はぐれポッドキャスト同盟かな。うんうん、うん。そこで。 通信のさくらさんとさくら剛さんとライスオンミーですねライスオンミーのホイップボやさんとでも都市ボーイズ林康弘で三人ですにやらせていただくんですけれども最初はまあポッドキャスト同盟だって言ってポッドキャストではぐれてるからね僕らメインストリームではなくてちょっと外れたところに僕ら言うよねってことで仲良くなったんですけどこの度ポッドキャストから抜けられてねホイップボやさんがポッドキャストを捨てたっていう噂ですよね第回目にして もう解散ライブを開くっていう <laughs> 同盟崩れたりそうです、うん、さよならです、ね、ま,あまあでもそういうもんだもんね戦争とかも、うん、でまあ戦争とかは知らないけれども、うん、でまあ見送る会になるのか叩き回すか、うん、分かんないですけどね、うん、ホイップさんをあじゃあ,まあ決ってないんだまだうんほなせホイップさんが主役 まあねただまあさくらさんも僕もその性格のいい方じゃないのでおそらく笑ってさよならにはいかないだろうなっていうおっかねだあの穏やかじゃないねヤンキーのグループみたいに抜けるんだったらちょっともうこっちでいろいろ考え方あるからみたいなボッコボコにしてでも OK ってなるかもわかんないしこれもあれですよねお客さん入れる感じでどこだっけ渋谷これは宿谷じゃなかったですか そこはもう友人の方は売り切れちゃってるのでうん、うん、なので配信のほで見ていただければなとなこちらもですね、まあ、調べていただければ出てきますので、はい、阿佐ヶ谷さんの方でそ,それもだからあれやねホイップさんの,あのツイッターとかから飛べば買い、はい、僕の方でも違えてるのでぜひぜひご購入お願いいたします、はい、っていう感じでいろいろやってますんでちょっといろいろチェックしていただければと思うんですけども えー、我々ツイッターやっておりますので都市ボーイズで検索すると出てきますのでそちらで最新情報とかイベント情報はチェックしていただければと思います、はいえー、あとメールアドレスございます都市ボーイズ0にアットマーク Gmail.comTOSHIPOYS0 にアットマーク Gmail.com こちらご意見ご要望お便り、えー、お仕事ご依頼などぜひ送ってください、はい、あとブログもあります、はい、過去のやつ聞けるようになっております、はい、あら ビッケブランカさんがブログまでさかのぼって聞いてくれてるってあなんかね言ってたねびっくりしたわこの,この間だよね YouTube だけじゃなくって<の>ポッドキャストだけじゃなくて年なってことだよねだからそうブログまでさかのぼって聞いてくれてるって、ね、いやもうだだあの年なの格うん だよ、ね、もう僕は今、ね、あなたのために配信してますよ。は、うん、<laughs> いはいや。こびにこび始めあなただけのために配信してますイブって言たな。僕もあなたの楽曲、<laughs> ほぼ聞いてますから。うん、うん、いや、だから、そうよね。最<近>そういう。うッキー・ブランカさん、あの、あれ この曲も、この曲も、視聴回数伸びたなと思ってませんそれ全部僕ですよ。僕が数百回聴いてるから、数千回聴いてるから、全部の曲を。いやいや、そういう、あれそういう伸び方しないから、昔の曲なんか伸びたなとか。いやいや。あれラッキーエンディング最近なぜかここ伸びてるな。それ僕ですよ。いやいや、違いますよ。それ一人の再生数なんか高が知るじゃないですか。本当でありがたい。でもあのあれですよね。 まあ僕らのやつしみなまあなんかいろんなアーティストの方とかそういうね、うん、え有名人みたいな方も聞いていただいてるっていうはちらほら聞いてたんですけど、はいいいすね、有名人みたいな人っていうのがいいですねうん <laughs> みたいなねかんないですけど有名,有名人みたいな人っていうのはいいですね <laughs>、うん、そこにどぶ隠されてて,いいてであのー、ね、うん、結構皆さんが知ってるような名前の方も聞いてるという噂はあったりするんですけど、はい、すいかんせん公表する人が誰もいなかったんですよ ここに来てやっぱピッケ・ブランターさんぐらいのクラスの人が名前を出して公表していただけるともっとねあこれ言っていいんだっていう空気になると思うんですよ新曲ポニーテールむちゃくちゃいいんですよ <laughs> そうでまあ、そこであの、ね、言っていただいたみたいですねあのイ,ベンイベントというか動画か、うんね、んで「桜井日奈子ちゃんを前に年越えつかまってます」って。 そうういことすよみんな聞いてるタレント人そう言った方がいいんじゃないってことですよねあなたもあなたも知ってるぞ今ならまだ間に合うぞってそうですよねそういう意味では本当にどんどん言いづらくなるんだこれでこれ言われたから言うんですみたいなね昔から聞いてたんですよって言っていただければねいいと思うんでということでじゃあ 今回は終わりたいと思います。はい、ええー、こん今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心です。イルミナイルミナイルミナ。あでした。私た